私は嘘をつかない。今まで何千人もの人間を殺した。大手製薬会社の薬を全て出しても私が与えてきた薬の量には及ばないだろう。親から子を奪い、夫から妻を奪い、一族を皆殺しにした。だが嘘をついたことはない。大半の罪は良心に反する行為だが、嘘は自分自身に対する罪だ。私はサンタブランカという組織を率いている。俗にカルテルと呼ばれるものだ。夢だった。コカを育て、自分のコカインを生産できる土地を持つことも、警察や政府、軍隊、そしてアメリカ人どもに邪魔をされず自由に商売ができる場所だ。夢の中で女の声が問いかけてきた。スエイよ、我が息子よ、もしあなたの国が作れるとしたら。モーゼのように私は仲間を導いた。ボリビアへ。そこで我々はコカ畑を買った。買えないものは奪った。我々は警察、軍隊、判事、政治家たちを買収し、政府と同等の力を手にしていた。夢の実現まであと一歩となった。麻薬国家サンタブランカの確立まであと一歩だ。先週この在ボリビアアメリカ大使館の外で蘇生爆弾が爆発、海兵隊員2名が負傷した。その2日後、中央ボリビアにいる CIA 局員からこれが送られてきた。分析官が調べたところ、 DEA 特別捜査官のリカルド・リッキー・サンドバルだった。私の友人よ。サンドバルはこの6年間現地でコカイン取引の潜入捜査をしてた。爆発の標的はサンドバルだったというのが私たちの見解。大使館で目的を達成できなかったから直接手を下したのね。サンドバルは捕らえられ、拷問の末に殺された。遺体はゴミのように捨てられ、まだ発見されていない。大使館での爆発とサンドバル特別捜査官死亡の黒幕が今回のターゲット。サンタブランカカルテルの名で知られるドラッグの密輸組織。連中はもうただの麻薬組織じゃない、麻薬テロリストよ。最初ボリビア政府はメキシコのカルテルに抵抗していた。ユニダットという特殊部隊を結成したけど計画通りにはいかなかった。何千もの死体が積み上げられ、政治家、警察官、ジャーナリストは絶滅寸前になった。ボリビア政府は晩酌尽きてサンタブランカと手を結んだ。国民を殺すのをやめてくれれば見て見ぬふりをすると。それ以来サンタブランカはボリビアを麻薬取引の拠点にした。しかもメキシコにいる仲間たちのおかげでアメリカやカナダにも輸送経路がある。サンタブランカを止めるには奴らの組織を少しずつ解体していくしかない。カルテルは4つの部門に分かれている。生産、密輸、護衛、そしてプロパガンダ。その全ての頂点にいるのがエル・ヘフェ・デ・ヘフェス、ボスの中のボス、エル・スエーニョ。キングスレイヤー作戦について説明する。作戦遂行地域はボリビア。鬱蒼としたジャングル、雪山、塩原がある。死にたくないなら不意打ちには注意して。標的は麻薬カルテルサンタブランカ。奴らは恫喝と暴力で人々を支配している。その組織を内部から壊滅させてほしい。その機能の全てを、つまり製造、密輸、支配力、セキュリティを徹底的に叩き潰して。手段は問わないわ。標的の選び方もそいつらを始末する方法もあなたに任せる。頭脳を働かせ敵の動きと策略を見抜き排除して。この作戦の着手に際して
カルテルに雇われたユニダットという部隊との戦闘は避けられない。そいつらは地元の反抗勢力カタリス26と敵対している。覚えておいて、資金と装備を求めている彼らは強い味方になるはずよ。明晰な頭脳と戦略が必要になる。誰かが助けてくれるなんて思わないでね。利用できるものは何でも利用して、武器や乗り物も支給されない。現地で好きなものを調達して。攻略本なんかどこにもないわ。あなたたちは一人一人が優秀な戦士よ。けど力を合わせることで軍隊にだって勝てる。あと忘れないで、ゴーストは存在しない。サンタブランカを壊滅させた英雄の正体が公にされることはないわ。痕跡は残さないで。殺された捜査官、知り合いか？友達だった。残念だったな。仕事とはいえど、答えるわね。まあ、そうだな。ここは長いのか？カレンボーマンとして国際援助機関で働くようになって5年くらいかしら。環境はタフだけど、ある程度自由よ。ヘリにも乗れるしな。どうやって来たんだ？マナウスからビジネスクラスで。休んどかないとダメだろ。俺はバランコからヒッチハイクだ。お前は？アルゼンチンのフフイからビラソンまでバスの中で飲んでた。誰も酔っ払いには絡まないしな。道理でくせえと思った。噂は聞いてるわよ。モスクワのクーデター、私はまだ新米だったけど関わってたそうね。俺たちじゃないな、他のやつだ。都市伝説に実際会えるとはね。そうかい。うちの子に聞かせてやりたいね。存在しない人間っていうのは辛い？そういうあんたはどうなんだ、カレン・ボーマン捜査官。失うものがない人間がどれほど残酷になれるか、その目で見てきたはず。でも先に言っておくわ。どれほど割り切った考えを持っていても、感情を殺していたとしても、エルスエーニョだけは別。こいつの宗教観は妄想癖レベルよ。質素と低層の誓いを立ててるってことは、欲しいのは権力なはず。これは CIA、DEA、JSOC の共同部隊で、私が常駐担当官。キングスレイヤー作戦へようこそ。現地部隊はいるって話だったわ。カタリス26ね。ユニダットとサンタブランカに抵抗している反乱軍よ。着陸したらリーダーのパックカタリに会う。ボリビア人はアメリカ人を毛嫌いしているけど、私たちは彼らの敵の敵になる。でも背中は絶対に見せない方がいい。兵士4人、あんたらが約束した援助ってのはこれか。
一人死んだからまたアメリカ人を何人か送ってきたのか。何百人ものボリビア人が殺されているというのに、こんな数で何ができるんだ。アメリカ人はいないことになってる。ここにいるのは我が国最強の隠密作戦部隊よ。何百人もの兵士なんていらない。自信過剰という言葉は知っているか。パック・カタリ、反乱軍カタリス26のリーダーよ。サンタブランカを崩すために協力することになる。もう6年近くサンタブランカや腐敗した公務員と戦ってる。一緒にターゲットを。その暇はない。すでにアマルの情報を入手した。アマル見つけたの？彼はカタリス26の創設者よ。我々反乱軍はアマルの思想に基づいている。彼のボリビア農民に対する信念がなければサンタブランカや政府の腐敗に対抗する組織が生まれることもなかった。救わねばならない。援助してくれるなら君らを信頼するかもな。どこなの？まだわからない。だがこの地域にいるはずだ。そしてサンタブランカの幹部が場所を知っている。 ISA に連絡してもっと情報が集められるか聞いてみる。まずはその幹部を探し出して私に情報を伝えて。頑張って。何よりもアマルの救出が第一だ。居場所を聞き出すまでサンタブランカの幹部を殺さないようにしろ。どうも、グリズンです。それでは今回から新しいゲームを始めていきたいと思います。ゴーストリコーンですね。発売されてからね、ちょっと経ってますけど、今回このゲームをやっていきます。で、僕一人じゃね、大変なんで、応援をね呼びたいと思います。皆さん来てください。お願いします。久々のねコラボですね。2年ぶりかな。あ、来ましたね。うわ、危ね危ね。タッチが乱暴。はい、ということでね、今回から参加していただく、まずどちらから、挨拶していただきましょうか。あ、じゃあ僕からしますか。はい。お願いします。川さんです。はい、川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、川さんとはね、もう 何年のお付き合いでしょうかね。何年ですかね。まあ、3年ぐらいですかね。3年ぐらいですかね。でも、はい、これまあ以前からね、やりましょうやりましょうっていうふうにね言ってたんですけどね。言ってましたね。なかなかねその機会がなくて、やっとって感じですよね。そうですね。はい、嬉しいです。あ、こちらこそ嬉しいです。いろんな話聞かせてください、ワイルドなお話を。はい、でお次はお願いします。あ、はい、はじめまして、グリズンです。違うだろ。ヤングラと申します。グリズン2人ややこしい。グリズンです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、ニャングローさんはね、まあ、そんなに長くはないですけど、まあ、僕の動画をね見てくれて、初めて、よく見てます。初めて見たその実況動画が僕の動画だったんでしたっけ。そうですね、初めて見たのがウォーキングデッドですね。あ、ウォーキングデッド、いや嬉しいですね。はい、ありがとうございます。いやー、ゲームの世界にいますよ、グリズンさんのワールドに。はい、そうですね。ちょっとね、僕もこう、コラボ自体もそうだけど、人とゲームをするのも久々なんで、うまいことね、こうまとめていけるかどうかあんまり自信ないんですけど、頑張っていきましょう。はい。はい。で、まあ、このゲームはね、これと。まあ、その麻薬
組織を潰すっていう、内容になってて、で、まあ、そのエルスエーニョっていうね、合ってますよね。エルスエーニョ。合ってますね。っていうやつをね、最終的に、倒しに行くんですけど、まあ彼がね、どこにいるのかっていうのがわからないんで、周りから、まあ、潰して、しつつ情報を集めるっていう感じの内容になってます。で、まず、サンタブランカの、副官を見つけるっていうことなんで、そこにね向かいたいと思います。今ね黄色の矢印が出てますけど、そこに行きたいと思います。そこまで 2.7 キロって出てますけど、どうしましょう、どうしましょうっていうか、もうなんかね、あの収録前にあのいろいろ遊んでて、ちょもう車がやばいことになってますけど。ヤンさん、ヤンさんミッション入ってないですね。え？あーこれ？え？もう、ああ入ってます。はい。はい。あ、はい、じゃあ、ありがとうございます。車を出します。車、そうですね。ヘリでもいいですけど。車で行きましょうか。あ、ちょっと。はい、車通ってきます。ちょっと待って。あ、でも大丈夫ですよ。あの煙吹いてるけど多分これ動くと思うんで。動きます。ニャングローさんにね運転してもらいましょうかね。え、運転ですか。運転手、はい。いやー、最悪だ。お願いします。ちょっとちょ乗せて。オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。いやー、絶対これ危ない。安全運転で、こうね、運転手以外はねこうやって、外に半分体出して、うおーすごいな、さすがですね。いやーちょっと落ちた。でも大丈夫。あ、ね、お二人は、ゲーム配信をしてるっていうことでね、してますね。川さんは主に生が多いんでしょうか。僕はもう生配信専門です。生専門。専門、生専門っていうのはね、ちょっとなんかやらしいな。生専門。あ、でもニャンゴロさんもそうですよね。生配信がやっぱり多いですよね。すごいこれ。そうですね、生配信ですね。車動いてないけど。動きます。大丈夫ですかこれ。っていうかもう運転席にいないし、あ、もう動かないですかこれ。もうさっき、はい、次の車乗ってください。何もなかったかのように。次の運転席に誰もいないですよ。ちょっと。あ、じゃあ僕が運転しましょうか。はい、じゃあ僕が運転します。まあね、やっぱ運転手はね、グリグリさんじゃないと。いやーね、ニャングローさんもなかなかいいと思いますよ。ワイルドな運転さばきで。いや、落ちてただけですよね。いや、きっとね、あれですよ、ショートカットしてたんですよ。あれ、いいとこ見せようとしてね、滑っちゃいましたね。あー、よく、あ、やべ。よくあるやつですね。初めて私人の運転に乗ります。あ、そうなんですか。そう、いつも自分で運転しなきゃいけなかったので。ああ。運転です。まあそうですよね、こう基本、まあ僕もそうですけど一人でやること多いと、まあ、自分しかいないですからね。うん、ね、今皆さんは、自分のチャンネルでどういったゲームをやってるんですか。僕はあれですね、PC ゲーム最近多いですね。ああ、そうですよね。あのツイッター見てても結構そういう PC ゲームが多いですもんね。PC ゲーム最近ハマってますね。あ、ちなみに今一番ハマってるゲームは何ですか。まあちょっと一段落したんですけど、はい、セブンデイズトゥーダイっていうやつ。ああ、面白いですよね。僕も以前 PC でやってましたけど、 PS4 にも発売されてね、今多分プレイされてる方結構多いんじゃないでしょうかね。
マイクラのリアル版って感じですよね。はい。ということでね、目的地に着きました。で、こっからね、まあ、ファークライみたいに、カメラでね、敵がどこにいるかっていうのを表示、したりできるんですけど、このゲームの場合は、ドローンを使うんですよね。ドローン準備完了。そうですね。ドローンどうやって上に上げんでしたっけ？ね、R2 ですね。の上ですね。ドローンを展開する。R2？ R2 ですよね。そうで、こうやって。ああ、ドローン。はい。あ、そう、一応ね、これでも出せますけど、ターゲットを驚かせたくない、サプレッサーを使え。で、最初のうちはね、ドローンもそこまで遠くはいけないんですけど、レベルを上げていけばね、遠くまで飛ばせるようになります。スナイパーがいる。あれ、倒しました。倒しました。スナイパーがいた。スナイパーがいる。で、はい、向こうに着くまでに一本終わっちゃいますよ。あ、大丈夫です。そこら辺はね、編集で、なんとかします。うまいとこで切ります。これね、こうやって、あ、違う、あ、なんか出た。これで確か表示できるのかな。あ、できますね。僕は、あ、ここだけはできるのか、2人。じゃあ、にゃんぐろうさん1番、川さん2番お願いします。いやいや、自分は何もしないですか。はい。1番いますよ。2番難しいな。一斉のせいで。2番のタイミングで。いや、それはだってもう、川さんレベル30いくつだから、もういい武器持ってるでしょ。はい。いきますよ。頭に乗せて、同時でお願いします、皆さん。はい、やっぱり、時間差あるとバレちゃうんで。はい。これですか、一斉。多分、川さんがね、タイミングがあるんで、はい、すごい動いてるから、今、サッカーしてるんで、敵が。そうですね。じゃあ、僕が行きます。頭下げてる。はい、あ、いっせー、ね、マットがやったら、なんかね、頭下げてるんですよ。はい、あ、どうぞ、ここから大丈夫です。タイミング見て。ちょっと待った。いっせーのせいでいくんですか？はい。いっせー。動いてんですよ。まあ、ヘッドショットじゃなくても多分殺せるんで。そうですね。うん。いっせーのせ。あれ、外した。外してますよ。にゃんくらさん。ニャングラさんお願いします。すごい今。え、なんかありました？え、多分編集でなんとかなります。いや、そうやって僕にそんなスキルを求めないでください。編集一番苦手なんて。ここ確か今2人表示されてますけど、まだいますよね、確か。みんな待て。まあ1人います、ね、近くに敵がいるぞ。通り、あ、いますね。ここか。いた。だけど、あれ、なんか表示してくれないな。なんでだろう。あ、表示してくれた。あれ、でもまだ、そう、右下のね、マップに、もわーんとしたね、赤い色がついてるときは、敵がそこにいるよっていうことなんですけど、で、それをドローンでね、表示させると、そのもわーんとしたのが消えるんですけど、消えないんで、まあ、ちょっと僕のドローンじゃここが限界なんですよね。あ、一人倒した。ちょっと殺したら殺したって言ってください。僕全然状況が把握できない。ほら、映画とかで、12時方向敵一人発見、今やっつけたとかよく言ってるじゃないですか。その感じで。そんな感じですか。その感じでいきましょう。わかりました。サブマシンガンを持った敵がいるわよ。じゃあ、方法続いてます。そうですね。やつはグリズンさん、ちょっと縛れてくださいよ。え、どのやつですか。ありますよ。黄色？あ、あれ、黄色。黄色はあれですね。あれ？今ちょっと危なかった。黄色は殺しちゃいけないやつなんですよね。こいつが、副官ですよね。
なんか誰かバレそうになってますよ。私大丈夫ですか。あ、こっち向いてるね、副官。動いてくれない。あ、動いた動いた。あ、やべやべやべ。まだね、操作方法がさ、わかんなくて。はい。あ、やべやべ。ちょっと待って。協力してくれれば悪いようにやし。掴んだ。お、いいとこ見つける。いいとこ見つける。じゃあ、後の敵は任せました。任せてください。あ、殺した。よく聞け。これからする質問に答えなければお前の腹に一発ぶち込んでやる。分かったか。落ち着けよ。何が知りたい。アマルだ。奴はどこだ。なんだそんなことか。教えてやる。お東洋農場だ。行けよ。俺たちに逆らうとどうなるか。はい、こんな感じでね、あの敵を捕まえて、情報を得る感じ。拷問されたら長くは持たないだろう。なんか見つかった。ずっと奴らの拷問を受けていれば死んでるかもしれないな。なんとも言えない。アマルは反乱の重要人物。母さんどこ行ったんだろう。生かしておきたいはず。僕今とにかく急ごう。いや、あの一番奥のところでドローンが変わってしまう。あ、だから黄色くついた。下の敵はどうします。やっつけます。やっつけましょう。じゃあやっつけましょう。後ろ来た。一人倉庫から出てるやつ。やっちゃう。ナイスです。あ、ナイスです。あ、みんな、息合ったんじゃないですか。いいですね。全然、あの、ミッションと関係ないとこで息が。なんか狙ってない人もいる。まだね、出だしなんで。息がでも合わないですね。俺だけ。言っちゃった。そうですか。私倉庫の後ろから出てきた人で狙ってましたけど、手前を狙おうかなとか思ったけど、はい、やめて。そしたら死んでましたよ、真ん中の二人。OK。偶然？このジープ乗っていきましょう。はい。どのジープ。ジープ、あ、それですね。行きましょう。じゃあこれです。じゃあ今度川さんが運転ということで。僕の運転は、いや、超安全運転ですね。まあね、僕とニャンさんがね、結構ワイルドな方なんで本当に安全運転ですね。安全運転、もうライン通りに行きますからね。その運転の仕方は、あのグラセフとかやっても一緒ですか。そうですね、インパンジーやっちゃった。グラセフですね。でもグラセフと操作は結構似てますよね。ああ、そうですね。あれ待っててくれた。ちょっと今遊んでたでしょ、ニャングロさん、いろんなボタン押して。はい。そう、まあ、さっきの話に戻りますけどね、川さんはあれ？待って。川さんはセブンデイトゥダイ。そうですね。ちょっとシートベルトしてくださいよ。はい。で、ニャングロさんは今何を配信してるんですか？今はホライゾンゼロドーンです、ね。おお、僕も僕と一緒ですね。今日見ましたよ。新しい動画。あ、見てくれたんですか？ありがとうございます。あの、何でしたっけ、デスブリンガーと戦ってました。何でしたっけ、それ。ティラノサウルスみたいな敵でしたっけ。いや、なんかカニみたいな。どっちかっていうと、横に大きい。はい。ああ、なんか、すごいでかいやつですか。そうそうそう、すごいでかいやつです。ああ、はいはいはい。結構ね、進んでるんですよね。なんでもその過去の記憶が、え？今日のやつですよ、見たの。今日のやつがどの動画か僕全然把握できてないんですよ。あ、ここか、ここ。あれ。そうですね、この辺飛びますね。OK です。
じゃ草むら、あ、トウモロコシがある。トウモロコシ畑。近くに敵がいるぞ。ねえ、カルテルのメンバーがいる。納屋の中よ、見て。さあ、すごい近くに行ってる。川さんのね、ドローンはもう優秀なんで。あ、間違った。え、もう打ち始めた。いや、ステルスで行きましょうって言おうかなと思った。にゃんさん、手が早いな。間違えたんだけど。いいですよ。もう10人行きましょう。